人事部長長ユーーーチュバの谷です今回はですねワニ達也先生の「独立系コンサルタントの成功戦略」という本のですねこのプロフィールがが大事だっていう話が出て話出きます第2章でですねプロフィールに関する話、まあ、自己紹介とかプロフィールの話が出てくるんですけども、まあ、この中でもですねとても大事だな っていうまああとは私自身がすごく共感するというか、えー、これはすごく大事だなっていうところをちょっとご紹介させていただきますと、えー、専門性より専門性より大切なのはお困りごとの解決ということですね。まあ、これどういうことかというと、そのお客様視点、相手視点ということなんですよ。 まあ、プロフィールって得てすると自分がやってることとか自分の特徴を言いがちだったりするわけなんですが、まあ、もちろんそれも伝える必要もあるんでしょうけれどもやはり相手が中心要は聞く相手ですねプロフィールとか自己紹介を聞く相手が中心であるべきということですよね。まあそのことをワニ先生的にはですね、えー、お困りごとの解決というふうに、えー、言われておりますけども、まあ、その中で非常に参考になるのがこの「 十文字の理論ですね。でまあ効果効能的にはクライアントにとっての自分の位置づけが分かるとクライアントにとっての自分の位置づけが分かるというないことですね。まあ、これなんですが、まあ、4つのこれマトリックスですね。で横軸が専門性優先なのか お困りごと優先なのかという横軸があります。で、縦軸がこの存在価値が高いのか低いのかってことです。これはお客様というか相手にとって、えー、相手から見てどう思われているかって話です。で、存在価値が高いっていうのはまあ頼りにしたいなっていう部分ですねところですね。で、低いっていうのは頼りまあそれほど頼りではない。 頼りにしててされてないといととうことですでこの4つの中で言うと、まあ、ABCD ブロックがありましてまあ、A ブロックというのが、えー、お困りごと優先で、えー、存在価値も高いというのがこのパートナー型ということですね。でこれはまあ長く付き合うパートナーというふうに書かれております。b ブロックというのが、えー 専門性が優先で専門性が優勢で存在価値は高いというところで、えー、これ先生方ですね、まあ、そこそこの頼りになる専門家ということです。ままあのの方ととかかが、まあ、あの中心かと思いますけども、まあ、この先生型ですねで C ブロックというのはお困りごとは優先だけれども存在価値は低いというこの御用聞き型ですね、えーまあ、便利屋さんと言われるものです。 でえー、最後 CD ブロックというのは専門性が優先で、えー、だけどもまあ存在価値は低いということで、まあ、ここは作業代行型 D ブロックいつでも切り捨てられる人ということです、ね。まあ、アウトソーシングっちゃアウトソーシングですね言い換えると、まあ、そういうまあ4つに分けられますよという話なんですけども、まあ、もちろんこの中では A のですね a ブロックのパートナー型っていうところが、まあ、一番ねあのポジション的にはあの取りたいポジションですね。っていうところなんですがこれをまあ見た時にですね、まあ、世の中のこう価格決定権価格主導権をどあの自社が握ってるのかそれともまあ相手お客様が握るのかっていうようなことですね。でもっと言えば は価格競争に巻き込まれやすいのか巻き込まれにくいのかというところかなとでこれはですねこのやっぱり最終的にはここお困り A, A ブロックのパートナー型ですねパートナー型っていうところが価格主導権も握りやすいですし、まあ、価格決定権もあの自社の方でですね決めやすいかなというふうに思います。ただ逆にですねやっぱり この下の方で存在価値が低いところっていうのは、まあ,あのどちらかというと価格主導権は握りにくいですね。えー、そういう風うにすごく感じるなという風うに思います。なので！まあなんでしょうね。こう。 これ飲食店で見てもそうだと思うんですけどもまあどういうことかというとやっぱりそのチェーン店みたいに大規模にしてしまうとですねやっぱり価格競争に巻き込まれてしまいがちだったりするじゃないですかまあもちろんあの個人店だとしても価格競争に巻き込まれていくようなあのなんていう戦略をとってしまうっていう場合もありますけれども えーほまあ、本来ならですね、あのー、こ個人店というかその戦略をしっかりと練ってやっていきさえすればその価格主導権もですね、えー、まあ、ある程度お店側もしくはサービス提供者側が握ることもできるんじゃないかなと思います。そそれはやはやりその お客様視点で考えたらお客様が求めているものを提供してくれていればですね、えー、あまり価格競争に巻き込まれにくいですし、まあ、逆に、うん、まあ,あ,のある意味どこでもあるなっていうような感じのお店とかサービスとか商品とかであればですねやっぱり価格競争にも巻き込まれやすくなったりするということですね。 だからまあこのワニ先生のこの十文字の理論からちょっと読み読み解いていくというか広げた話で言うとこのやっぱりこう相手からですね、えー、クライアント、お客様から存在価値として高いと思われるところにまず入っていく必要があるということですね、まずは。でそうしなければ価格の主導権もまあ握りにくいということですね。 はい、といととうことでちょっと派生した話としてワニ、えー、先生の十文字理論の話からちょっと価格まあ主導権ですね価格の主導権が、まあ、サービス提供者側にあるのかお客様側にあるのかっていう話にで,ですねちょっと広げて考えてみました。はい、ということで今回は以上になります。えー、ぜひチャンネル登録おおよび高評価をお願いします。